昭和の名店がまた一つ消えていきます。稲田屋さんの閉店のニュースが入ってきました。これはね、福山市中心部に位置する大衆食堂なんですけども、これ稲田屋さんっていうのがあるんですよね。住所的には広島県福山市船町の 1-18 というところでございます。このね、稲田屋さんの閉店に関しましては非常に多くの方の追悼といいますかね、お亡くなりになったわけじゃないんですけども、その閉店を惜しむ声が寄せられていまして、確かね、宇宙戦艦ヤマトの監督、羽原監督ですね、羽原監督もこのお店をよく使われてたみたいで、ツイートの中でね、非常に残念だよっていうふうなツイートされてました。本当に多くの方の心を捉えていたんだなと思います。で、ここでね、 Facebook の記事をちょっと紹介させていただきます。山下さんからですけども、閉店の噂は別の SNS で知ったので昨日行ってきました。店主さんに真相を聞いてみたら本当でした。また今日の中国新聞にも掲載されていますと。中国新聞に載るぐらいね、大きな事件だったんですね。きっとね、中国新聞の社員さん、記者さんも使われてたんでしょうね。映画を見ての帰りや、夜店の時に寄ったり、関東にだけを持ち帰ったりと、子供の頃からお世話になっていました。まさに昭和の名店、平成の名店、そして令和にまで手をかけた、手をかけたったらなんか死んだみたいですけどもね、すみません、表現が悪くって。この3世代にわたってね、多くの方、まさに親、子、孫の3世代の胃袋を満たしてくれた、喜びを感じさせてくれた、非常に貴重な名店でございました。いろんな状況があったと思いますけども、本当に今までお疲れ様でした。また一つ、福山の名店がなくなりますが、名店と味は熱意ある方が別の場所で再開されるようで、まずは安心ということですね。そうですね、この稲田屋さんのこの味をね、受け継いだ方がまた再出店どこかでされるということでございます。希望が見えますね。はい。しかし、あの昭和的な雰囲気は再現できないでしょうねと。うん、新しい雰囲気を再現はしてくれると思うんですけども、確かにね、稲田屋大衆食堂、電話漢字で 22-1392 番、これはね、なかなかね、いつか来た道じゃないと見れないかもしれません。今月の23日までということなんで、早めに行かれることをお勧めしますと、この山下さんも言われておりました。画像の方をね、ちょっとお借りして掲載しておきますので、ご覧いただければと思います。これはいかがでしょうか。これがね、門構えですね。店舗の正面、いい味出してますね。この看板が三角形なところね、関東にみたいなね。はい、次ですね。ああ、これは牛丼でしょうか。とっても美味しそうです。で、向こうはもつ煮込みですか。あ、これね、これがやっぱり多くの人の胃袋を捉えたんですよね。このね、染み渡ったこのおつゆの味、そしてこのお皿に味があるじゃないですか、お皿ね。はい、中国新聞に載ってるところですね。本当に惜しいですね。はい、しかし、しょうがないですね。まあ、別に感染症のせいではないのかもしれませんけども、いろんな状況の中で、一つの歴史をここで、完了したということですね。稲田屋さん、本当にお疲れ様でございました。これからもね、いろんなところでたくさんの食と出会い、文化と出会い、歴史と出会う、そんな福山市であってほしいなと思います。それでは、速稼塾の久保がお届けしました。いってらっしゃい。